さんようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。こんにちは。ススズですよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね。お衣装が専用の豆にこだわっているカフェラテ、はい、キャラメルラテのイメージにも近いエスプレッソブラウン色ですね。そうですね。ちょっとこう意識して。<laughs> 合わせてみました大人の雰囲気を感じられるお衣装だなと思うんですがカフェラテのこだわり部分も表現していただきましてさすが広瀬さんですねありがとうございますありがとうございますさあそんな素敵なお衣装ですが広瀬さん今回の大リニューアルに合わせて広瀬さんにもリニューアルしていただけると伺っているんですがはい、はい、そうです。<laughs> <laughs> リニューアルしてみたいなと思います、はい、力強いですね、はいさあ、楽しみになってまいりましたが、<laughs> それではメディアの皆様、広瀬さんもこの場でリニューアル姿をご披露くださるということですので、お見逃し、撮影をし忘れないよう、ご注意ください。<laughs> 皆さん、笑ってるんですけどとね、広瀬さん、おっしゃってますが、いえいえ、もうすすっごいい楽しみですよ <laughs> はい、もう緊張してますね、広瀬さん。ちょっとあんまり引っ張らない方がいい方がですね <laughs> 今日一番のお仕事ささそしてフラッシュ撮影はここの時間ご遠慮くださいでは息を整えていただきまして広瀬さんエスプレッソの色の衣装からミルクホワイトの衣装に生まれ変わるその瞬間大リニューアルする姿をご覧いただきましょう。<music> もう一瞬で生ままれ変わりました <laughs> 広瀬さん、大興奮 <laughs> さあ、えー、皆さんにご撮影いただきましたけれどもいかがでしょうかはいちょっとポーズ取るとかしていただいて<笑>,笑いが止まらなくなっていらっしゃいますねいやでも完璧でしたね、もうあっという間すぎてそして広瀬さんの表情が可愛い,いもうその瞬間に。 もうたまらなく素敵な笑顔もいただきましたではマイクお持ちいただきましてお仕事終わりました終わりましたもう一安心ですでもすっごい拍手を来てましたよ広瀬さん本当ですもう始まる前から皆さんがすごい笑顔でした <laughs> なかなかないですよね <laughs> こんなにないですよ登壇した瞬間に広瀬さんがこれだけ緊張してる <laughs> 緊張 ね、なんかどうなるのかなってこうしたらいいなと思ってたのでにさんに感謝ですバッチリタイミングも合ってましたが <laughs> こう豆の焙煎度合いを微妙に調整してブレンドして牛乳の自然な甘みを引き出すバランスを追求したということでエスプレッソブラウンの色合いからミルクのような白になられましたこう先ほどとイメージもガラッと変わっと、はい、素材感がまた可愛い,いですよねこれね。 なんかミルクな感じがします,、ね、す本当ですか、うん、ありがとうございます素敵ですちょっと落ち着きましたか <laughs> 落ち着きましたよね皆さんもきっとね <laughs> そうですね,ね<え>私だけじゃないですよね、はい、あのそうですねスタッフも<笑>,あ笑顔が溢れてま、ね、あふよかすたです <laughs> 皆さんもバッチリご撮影いただけたようですね拍手が